竹大塾教授の中森です。今回はですね、竹大塾2020年ルート英語の、国公立のルートの方を、紹介していきたいと思います。この動画はですね、前にやった生放送の、動画の再編集となります。竹田塾チャンネル。はい、では続いて国立レベルです。国公立のルートですね、こちらを表示していきたいと思います。で、日大レベルに関しては、今回ね、そのさっき言ったちょっと文法がネクステージなどではなくてレベル別とかを使う場合のものに、してあります。はい、で、今表示できたように言っていくと、システム英単語や速読英熟語に関しては基本同じですね。で、速読英熟語のシャドーイングも同じなんですが、リスニングの部分にプラチナルールという参考書が入っているかと思います。これはリスニング練習用の参考書で、共通テスト対策用って感じですね。まずは共通テストはリスニング、必須でやるとは思うんですけど、これまでよりちょっとリスニング強化しなきゃいけないかなっていうので、リスニングの参考書を1冊、追加しております。はい、で、ここに共通テスト対策っていう項目が入ってるとは思うんですけど、共通テスト対策については、夏にもう一回その共通テスト対策向けの参考書を科目ごとに何使えばいいかっていうのは発表していこうと思います。っていうのは、そのまだそんなに出揃ってないんですよ、正直。特に数学や現代文がその、今年変わったじゃないですか、記述がなくなるって形で。なので、ある程度問題集出揃うの待って、発表していこうと思います。で、現時点でもし対策したいとか使いたいみたいな人がいたら、その基本的に科目が揃ってる出版社とかのやつをやっていった方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、ここはその共通対策のタイミングがいつやるかって話だけ、注目しておいてもらえればと。基本的には日大レベルを突破した後に追加でやるということですね。共通テストだけの人だったらもっと簡単なところから日大レベルの途中で全然やっても問題ないんですけど、その国立とかの志望を考える場合に基礎がちゃんと仕上がってから共通テスト対策を別枠で追加してやった方が効率よくいけるだろうってことで、日大レベル突破した後にやるっていう意味でここに入れてます。いいですかね。はい、で、続いてですね、文法の方行きたいと思いますが、肘井先生のゼロから英文法を最初にやるのは変わらないで、その後やるのがどちらか一つですね、全レベル問題集英文法2か英文法レベル問題集の3、どっちかやっていけばいいかなというところで、全レベルの方が応文者のやつです。で、レベル別の方が答申のやつですね。どっちか一冊でいいです、これに関しては。はい、で、基本国公立の人はネクステとかスクランブルやる人は少ないかなということで、こっちを表示したんですけど、ただ国公立の中でも文法出すケースもあるんで、その過去問とか解いてみてとか、どれ文法ネクステとかそっち系やるか、このレベル別全レベル系やるかっていうのを決める前に、一旦過去問見て文法問題どの程度出てるかなっていうのは私立でも国立志望でも見た方がいいと思います。だから共通テストに関しては正直そんなに優先度高くないんで、肘井先生終わってれば基本その全レベルとか英文法レベル別で十分かなというふうに思います。はい、はい、解釈がね、100を使った場合だと、ちょっと70より伸びるよってことで、一応100選んだバージョンを、今回表示しています。で、長文の参考書については変わらずですね、ハイパーと、ポラリスやっていくと。はい、では、そのまま下にスライドしていって、中国立英語の長文に行きます。で、英作文ないのとか和訳ないのっていうのが気になってる人もいるかと思うんですけど、これは分野別で表示していきますので、今のところは載ってないです。はい、いいですかね。そして、地方国公立レベルについては、共通テスト対策の、長文が共通テスト対策やって、ハイパーの3やって、ポラリスの2をやって、その後キャンパスですね、これ別に過去問でもいいんですけど、キャンパスの方がね、解説詳しいのといろんな大学解けるんで、赤本とかね、用意したり、電話帳といわれる全国大学入試問題正解とかを、買ってやるのもちょっとしんどいかなと思うので、それの、ちょっと、
ショートカット版というかコンパクト版という感じでキャンパスを入れています。まあ、別にこれはだからカットして過去問でも正直もう志望校しっかり決まってて対策の時間ないケースなんかは全然入っちゃって構わないかなっていうふうに思います。はい。で、あと多分私立のカリキュラムの時点でも気になったかなっていう人もいると思うんで一応言っとくと毎年出る品質英語長文については追加問題集に入ってます。いいかな。まあ、ちょっと量が多いのがあったのと難易度が結構ねあれ広めなんで全員必須っていうよりは、まあ、追加でやる方の、がいいかなっていうことで一応その追加問題集の方に入ってます。はい、かな。まあ、それが地方国公立の長文で、まあ、東大レベルの長文とかも入ってるんですけどちょっと 東大のレベルの方単語の方をちょっと今表示しようと思うんですけど単語とリスニングですね。ここも大きく変わってるんで、はい、ちょっと今表示しますね。はい、まあね、単語の部分にとても目立つものが一冊入ってるんですけど、鉄壁を、東大レビューに今回単語帳で入れてます。うん、まあこれはいるかと言われると正直、まあなくてもいける人は全然シスタンでいけるんじゃないかなとも思ってるんですけど。やりたいかなっていうところですね。やっちゃダメですかとかやりたいんですけどみたいなのが結構来るかなと思って、まあ、やる前提で入れてます。まあ、正直やる余裕あるかなと思いますし、やっといた方がねこう不安がなくなるかなとっていうのはその難関大学になればなるほどなんですけど周りが結構やっぱやってくるんでその周りに自分がこうやってる演習量とかで勝てないのが不安かなっていうのもあってそれの対応として一応 100% やんなきゃ無理とかってわけじゃないけどやっといた方が、まあ勝負しやすくなるかなっていうので入れてます。はい。で、まあ、リスニングは、従来と変わらずですねキムタツの東大英語リスニングと、まあ、スーパーやって難関大過去問シリーズのリスニングとかを、まあ、2次でねリスニングやる場合には増やしていくっていうところですね。はい。でちなみになんで東大志望の場合は鉄壁で私立の場合は銀紙たりかにしたのかっていう話もちょっとしておこうと思うんですけど鉄壁って結構やっぱりその意外とあれは難しい単語とかが載ってるっていうよりはまあ結構その単語同士のつながりが強くなるというか横のつながりが結構強くなるんですよね。派生語とかだったりとか語の成り立ちだったりとかそういうところが結構その詳しくなってるんでその一つの言葉についてより深く知るみたいなところがあってあとはそのバラバラに覚えてる単語はまとまって覚えやすくなったりとかそういう利点があってリンガメタリカは分野別の教科テーマの教科っていうのがあってあれは単語もそうなんですけどその単語を使ってる長文を抑えるっていうのに結構役立つっていうところがあるっていうやつです感じですね。なのでまあまあそれをどっち優先するか別にどっち使ってもいいっちゃいいんですよ役割がそもそも違うんでだからまあ志望校の問題とか見て、まあ、足りないところを補強するって形でやるといいかなっていうふうに思いますかね。はい。あと鉄壁を選んだら最初からシスタン使わないで鉄壁でいいんじゃないのっていう意見があるかもしれないそれも言っとくとそれやっちゃうとその東大志望なら別にそれでもいけるかなと思うんでいいと思うんだけど武田塾のルートって途中で止めることも想定してるんですよ。でそうなった時に鉄壁が中途半端に終わるのが怖いんですよね。だからシステム英単語完璧になってれば鉄壁はその後やっても負担が少ないから全然追加でも余裕でいけるんですけど鉄壁をやって鉄壁が終わんなかったら怖いんですよその一冊目でやってね。なのでシステム英単語を一通り完璧にした後に鉄壁に入るっていう前提で組んでます。はい。でまあ長文とか解釈の方は今ちょっとね動かしましたけど難関過去問シリーズ、まあ、東大の20何カ年みたいなやつとかだけ追加でやって足りなかったら追加問題集とか、まあ、他の過去問をやったりとかって形で演習量を増やす形でいいかなっていうふうに思います。はい、はい、といった感じですかね。ここまでが、国公立大学のカリキュラムになります。はい、いいかな。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、国公立ルートのご紹介しました。次回はですね、分野別や追加問題集のルートについて紹介していきたいと思います。武田塾公式アプリ「ズームたけだ」の Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法が分かります。詳細は概要欄から。